シアルブラザーズ。うん、サタンの部屋。よくなけば情報修正されたウリル使っていくってやつさ。戦うことが罪なら俺が背負ってやる。変身。というわけで今回は地獄ウリルが情報修正により友情コンボ ×2 ボースピアップ SS の2段階目が100倍から200倍になったということで、今回は高難易度で使っていくぜ。まあ、メインは SS をぶちかますってやつ。 OK、 そんじゃあやっていこうじゃねえか。まさかの本垢1体しか持ってないということでサブとマルチやってるぜ。でマジで地雷対応しないし24ターンだから SS 貯めるのマジで大変すぎ。いや、よく貯めれたわ。で次体力が多分13番よりちょっとないとワンパンできないから、まあ、ほぼ体力満タン状態でここを突破したい。でなんと俺4、50めんどくさいからレプリカ先生しか作ってないって言ったじゃねえか。で昨日気まぐれでちょっとやったのよ。200ぐらい集めたのよ。だからビビアン、これレベルちょっと上がっただけだけど用意できたということで、これで回復すりゃいいでしょう。よっしゃ、このパワー、ビビアン全く意味がねえ。まあそばにいてくれるだけでまあ気持ちがなんて言うんだろう、落ち着くからいいか。それでよっしゃやっていこう。さあワンパンいけるか。オッケー。まあまあ、さらにビビアン意味ねえわ。まあ今一緒に使えないけどね、セスト。ハード取っていこう。行ってこい。オーラー。おお。ジュズマルの時もここでワンパンしたけど、マジでこれ気持ちいいな。まあ、だけどちょっと採用はできないかな。採用はできない。まあ地雷対応しないし、といった感じだぜ。いや、ビビアン、ごめん。さあ、というわけで、情報修正された地獄ウリルが、あの獄でめちゃくちゃ強えと、俺の中だけで話題になってるから、早速使っていくぜ。いやー、どんだけ SS の威力出るか、楽しみすぎるわ。まず殴り見ていこう。いや、十分。光で十分。光属性だぜ、こいつ。で、今回、それでさらに見たいのが、友情コンボ ×2、ボースピアップ、超強攻撃アップ、それが、2回発動するんだぜ。いやー、さすがにこのあの極でもめちゃくちゃ活躍しない。だからあの極は友情コンボ全く発動しねえ。友情もクソもねえから全く意味がねえ。出てないだろ、何回言わせんの。毎回言ってたろ、マジで。オケもいいのよ。それは魔人耐性も全く意味ねえし、カウンターキラーは意味ある。超アンチ重力バリアも全く意味がねえ。もういいから。いや、もう結構ギリギリになってるけど、集中、ふざけすぎた。でも体力が13万もあるんぜ。一応まあ体力増やすように厳選してるんだけど、まあそれによって SS が、まあ、生きてくるかなと。おい、これ次のステージいける。万が一の場合は 1P の SS を打って魔導士に突破はできるか。まあ地道に倒していきますか。というか本当にウリエルには活躍してほしい。本当に最初の方で取った限定モンスターだし、いやでも思い返してみると、なんか使ってみたかな、公式のすごい低評価ついてなかった。いやー、今回の情報修正まあいい方に向かってくれそうな気もするけど、完璧にすげえっていうわけでもねえじゃねえか。なんかどう響くか。ちょっと待ってよ、これ。倒せるな。オッケーオッケーオッケー。カウンターキラー。カウンターキラー強いわ。で、おそらく、この聖騎士倒した後は、地道な削りになるから、飛ばしていくわ。オッケー。そんじゃ。処理する寸前まで行くぜ。オッケー。結構かかったよ。さあ、次の中ボスよ。中ボスどんだけいけるか。
いやー、というか今回ニュースを終えてやっぱり3月後半することがやっぱ少ないのかなって思ってしまうな。まあ、ディケードみんな終わってるだろうから、あとショッカー毎日するぐらい。あー、まあでも普段ならこれでいいんだろうけどな。だけど今コメント欄見ててすごく思うのが、ウマ娘めちゃくちゃ人気で、今日のほら動画から結構増えてるのがモンハン。モンハンをみんなすごい楽しみにしてるみたいで、いやこの状況でライバルがすごいじゃねえか。だからモンストどうなのかなって思ってしまうよな。あー、いやどうなんだろう本当に。というかちょっと魔導士削らなきゃ、これやばいな。すげえ残ってんなこいつ。行ってこい。あ、ま、マジクリティカル強っ。で、俺自体モンハンやったことないんだけど、家に全作品あるのよ。なぜ全作品あるかというと、弟がめちゃくちゃハマってたから、もう全作品やったみたいで、家にあんのよ。で、俺の友達もみんなやってたから、で、俺乗り遅れて、なんか、後ろでずっと見てた。みんなやってんの。まあ、絶対面白いな、あれ。絶対面白いわ。まあ、情報修正は、めちゃくちゃ良かったと思う。なんかすごいワクワクする性能だったけど、まあ、それをやるコンテンツがないと、って感じはあるよな。まあ、十分俺は、まあ、まあ楽しんでんだけど、あの猿とか、まあ、使ってやってんだけど、あ、というか、あの猿、全然情報修正もらえなかったな。まあ、でも、下手にもらうよりは、なんて言うんだろう、無視され続けるか、全く意味ねえゲージ倍率保持、ゲージ倍率保持かける2とかもわけわからん、まあ、もらってもいいかも。まあ、そんな感じで、ちょっとずっとネタキャラで言ってほしいわ。で、後半、まあ、時間空いたら、俺は、ダイパリメイクあるから、ダイヤモンドパールのアニメ、見返すわ。見返すとか、全然記憶ないけど、記憶ないことはないか。ちょっと見返すわ。なんか YouTube に、シンジとサトシのバトルが上がってて、まあ、それが、まあ、多分当時見てんだけど、ものすごい名勝負らしいから、それを楽しむために、もう一回、それとダイヤモンドパールのリメイクを楽しむために、アニメもう一回見返すわ。あ、で、一旦ここ時間かかりそうだから、早送りするぜ。飛ばすぜ。さあ、3手で終わらせてやろう。さすがに、いけるでしょう。よっしゃ、ボス戦、やっていこうぜ。うわぁ、緊張する。オッケーオッケーオッケー。これで、張り付いて、行ってこい。オーラー、お、すごい。次のゲージ、7割8割削れてんじゃない。あ、しかもあれ、グサグサって殴るのね。どんだけ出てんのこれ。え、マジで、うわっ。さっき弱点ついたから、ここ2回殴っても残るよな。行ってこい。おお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 お数字をしっかり見ようと思ったら急にババババババってなったから、何があったのかと思ったら、倒してんだけど、おい、お試しあれ。いいからそこに並べ、俺が焼きをしてやるからよ。焼き印がかわいい。契約完了。勝手に契約すんじゃねえよ。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。また次の夜会で待ってるぜ。泣き言って仕方ねえ。